はい、皆さんこんにちは、ワンダルフルビジです。今回は提督の決断法バープキットをプレイしていきたいと思います。でですね、提督の決断法、こちらは、まあ、いわゆる国取り、提督の決断でいうところの、まあ政界権取りって言った方がいいのかな、をメインとしたキャンペーンモードと、あと別にですね、ショートゲームモードがありまして、今回はですねショートゲームモードをやっていきたいなというふうに思っています。というのもですね、実はその提督の決断は昔のシリーズはやったことがあるんですが、帝国の決断法自体はちょっと初めてなので、まずはですね、艦隊運用の何たるかを学ぼうということから、このショートモードをプレイしていきたいと思います。でこのショートモードって何っていうところなんですが、このショートモードはですね、戦術パートって言った方がいいのかな、艦隊戦のアクションパート、戦術パートを取り扱ったモードになっています。でいくつか有名な戦い、海戦と、あと、イフシナリオ的な海戦もいくつか収録されていて、かなりの、本数収録されていますので、まずはこちらの方で自分自身の連動を上げていこうということで、早速プレイの方をしていきたいと思っています。で今回取り上げていくのはですね、ちょっとツイッターの方でも少しだけ、投稿していたようなですね、ミッドウェー海戦ですね。ここではミッドウェー沖海戦となっていますが、こちらの方をねプレイしていきたいなというふうに思っています。でちょっとね、見ていくと、日本軍は真珠湾で取り逃した米空母の殲滅を目的としてミッドウェーを目指そうとしていた。一方日本軍の暗号解読にほぼ成功していたアメリカ軍は日本軍の次の目標をしていた。アメリカ軍は日本軍側の空母数を把握するや、珊瑚海海戦で大破した空母ヨークタウンを強引に修理し、ミッドウェーでの迎撃に参戦させようとする。明らかに情報戦で日本はこれを取ったままミッドウェーでの激突が始まろうとしていたというのが、このミッドウェー沖海戦の概略になっています。で、真珠湾攻撃非常にね、有名だと思うんですが、ここでもともと真珠湾に停泊していた、空母をはじめ戦艦等々を、航行不能にする、撃沈する、撃破するっていうのが真珠湾攻撃の、一つの目的であったものの、その時実は、アメリカ軍の主力艦隊が軍港にいなかったがために、あまりその艦船攻撃っていう意味での成果は実は乏しかったとも言われているのが真珠湾攻撃なんですが、今回はこのミッドウェーでその取り逃した主に空母ですねを殲滅しようという目的で、作戦が練られたということになっています。では早速こちらの方をプレイしていきましょう。司令長官、副官からの状況説明を聞きますかということで聞いていきましょう。はい、というところで今見ていただきましたが、作戦の目標は敵空母の殲滅で、敗北条件は味方正規空母の全滅でしたね。で、さらに言うと第2艦隊と第3艦隊の投入は決定済みということでした。でこの時ですね、実はそのミッドウェーに参戦した日米の艦船数と事前にちょっと調べてみました。で今ご覧いただいているのが、上段に出ているのが史実で、参戦した参加した艦船ですね、日本の方が戦艦に空母4みたいな形で出てますが、これを見ると、戦艦を要している日本軍の方が有利に思いきや、航空戦力に関して言うとほぼ互角かつ、こちらはミッドウェーの方に攻め込む側である以上、ミッドウェーの方にある航空基地から
陸戦機というかのその陸上機ですね、も出てくるっていうことを考えると、実は航空戦力に関してはむしろアメリカ軍の方が有利な状況だったことが分かります。で、まあ、これはもちろんね、こちらの戦力を無線を傍受し暗号も解読していたので、それを上回る戦力をアメリカ軍が用意していたっていうことだと思うんですが、今回はですね、まず、下段に出ている第一艦隊を前線へ投入するパターンっていうのをやってみたいと思います。でその後ですね、史実通りの戦いもやっていきたいなと思ってまして、じゃあ一体どういうことかというと、まず今参戦艦隊で右側に出ている第2艦隊と第3艦隊、これがいわゆるその史実で参戦した艦隊ですね、南雲航空艦隊、南雲機動部隊なんて呼ばれていたものだと思うんですが、これが第2艦隊と第3艦隊になっています。じゃあこの陣容をまず見ていきましょう。でこれを見ると正規空母赤城トネ、加賀ですね、南雲中一重量が乗っている第2艦隊の機関、これが正規空母の赤城になってますね。でその他戦艦の霧島はじめ、慶順とあと駆逐艦がいくつかっていうような形になっています。じゃあこの正規空母赤城の中身を見てみると、まず直縁が0戦21式、まあ、0戦21式ですね、これが11機で、護衛機が10機で、直縁っていうのは敵の航空機が空母に殺到してきたときにそれを迎撃するのが直縁です。で護衛機っていうのはこの後話する爆撃機、雷撃機、まあ、いわゆる敵の艦船だったり、基地だったりに攻撃を加える航空機を護衛するための戦闘機、これが護衛機です。これが10機ですね。で偵察機が救急式の艦爆が3機で、爆撃機が同じく救急式の艦爆で18機です。で雷撃機、これはあの魚雷とかをね主に扱う97式の艦攻、これが21機になってます。でゼロ戦はというと、ここに出ているのがスペックになってます。最高速度が533キロで航続距離が2000キロを超えているというものですね。で、ここで見ると海戦時の日本海軍主力艦上戦闘機ということになっています。格闘性能は圧倒的だったものの、装甲が薄かったために、損害も大きかったというふうに言われてますね。これが0戦0戦です。でその他でいうと救急式の艦爆、これ偵察機になってますが、これは急降下爆撃機と兼用になってますね。偵察機には250キロ爆弾を搭載していますと。で急降下爆撃は可能というような表記で、もう一つは97式の艦攻で、これは魚雷搭載可能ですが、ここでは爆弾ですね、800キロの爆弾を積んでいるという状態になっています。これらが第2艦隊の陣容で、第3艦隊、これ山口多門少将が乗っている飛龍というはじめなんですが、まあ、同じような構成になっています。同じく0戦0戦と救急式の艦爆、あと97式の艦攻を搭載しているという状態です。でこれがいわゆるミッドウェー海戦で、敵、ここでいうアメリカ軍と交戦した艦隊艦船になっています。で実際にはですね、左側にいるこの日本第一艦隊になってますが、連合艦隊の主力水上部隊、戦艦ヤマトをはじめとした主力の水上部隊はこれらの後方に控えていて、ミッドウェーの本戦には参加しなかったっていうような状況があったためにですね、先ほど見ていただいた戦力比っていうところの差が生まれていたという状況なので、今回は先ほど話したようにまずこの日本第一艦隊ヤマトをはじめとした水上部隊もミッドウェーの前線に参戦していたらどうなっていたか、それだったら勝てるでしょうっていうところをですね、まずはプレーをしていきたいなというふうに思っています。なのでまずヤマトですね、これは日本第一艦隊の機関になっていますが、連合艦隊の機関でもありますよね、大将山本五十六が座礁しているというところです。世界最大の46センチ主砲の射程を持って敵艦隊を一方的にアウトレンジ攻撃するために建造されたというふうになっています。史上最大の超同級戦艦となったが、その存在能力は極秘とされた。これは国民にも極秘とされていたようで、日本の
早期間は長門とかね、陸奥が務めていたというふうに思われていたようです。ではこの戦艦三隻、大和、長門、陸奥、さらに軽空母宝章、これらを備えた第一艦隊も参加させましょうということで、日本からは第一艦隊、第二艦隊、第三艦隊を投入していきます。で実際史実ではこういう呼び方はおそらくしていなかったんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、ここではね、便宜上第一、第二、第三艦隊というふうにこれから先も呼んでいきたいと思います。でここからですね、実際の艦隊の配置なんですが、真ん中にあるのがミッドウェイ島なので、ミッドウェイ島近くにはできれば寄りたくない。おそらくというか敵の航空基地があるので、そこにあまり寄らずに戦いたいなというところですね。なので、そこを横切る形で第一艦隊、これは先ほど話した戦艦大和とかが中心とした艦隊ですね。で、作戦海域突入時刻は夜明けを選択します。日没にすると航空戦力が使えなくなりますので、まあ、そのあたりはね、夜明けで航空戦力も十分に活用した戦いをしていきたいと思います。では早速なんですが、航空機を飛ばしましょう。偵察を出します。偵察機をガシガシ飛ばしていかないと敵の動きがわからないですからね。でミッドウェイ島に今の進路だと近づいてしまうので、それはできれば避けたいということで、進路を北へ変えましょう。敵の部隊がどこにいるかわからないですからね。こっちも北へ進路を変えていきます。南雲忠一中将を率いる第二艦隊ですね。お、敵の偵察機も出てますね。青が敵の偵察です。で赤が日本軍になっています。で山口少将率いる第三艦隊も北へと進路を取っていきましょう。でさらに偵察機も飛ばしていきます。どの辺に敵の機動部隊がいるかはちょっとわからないですからね。まだ偵察機を飛ばし合ってる状態ですが、左から偵察機が来てるな。ってことは左に艦隊がいるのかもしれないですね。ちょっと今のままだと状況がはっきりつかめない。艦爆が右から来てるな。これは航空基地から出て、いや違うな。どこだ、敵の空母がいる。敵の空母を発見しましたね。そしたらちょっと一旦、敵の空母に対処しましょう。まずは何といっても先制攻撃を仕掛けないと危ないので、関空攻撃隊を敵の空母に発艦させましょう。で今北に向かっているこれらの第一艦隊ですね、第一艦隊に関してはこれを進路を敵の空母部隊に向けて突撃させましょう。こちらの艦爆も出撃しているので、うまいことね沈めてくれればいいんですけどね。このまま行くと大和率いる戦艦部隊と敵空母部隊が正面から当たることになるぞ。これはこっちとしてはありがたい。非常にいい感じで進んでますね。あとは敵の空母をちょっとでも沈めてくれれば。今こちらの艦爆隊頑張って敵の空母を攻撃してくれてるな。ヨークタウン、ヨークタウン沈めてくれ。
さらにこちらは砲撃戦に入れるぞ、敵空母。これはでかいな。さあ空母に戻ってきた攻撃隊に第2波を出させましょう。こちらはまだ戻ってきてないか。今こちらの攻撃隊が戻ってきてくれたね。そしたら第2波出しましょう。さらにこちらも敵の攻撃を受けてるけど、ちょっとここは低速に変えて一気に包囲していきましょう。敵の軽空母がやられたか。まあ軽空母はいいだろう。この際交戦になるのは避けなきゃダメだぞ。こちらもかなり攻撃を受けてるな。まずは沈めていかないとな、一機でも多く。ちょっとこちらの戦艦部隊がかなり苦戦してるな。身動きが取れない状態になってますね。敵の空母を追いましょう。まずはちょっと取り逃す感じになっちゃったかな、敵の空母を。総流が大破したか。まずいな。ヤマトがちょっと使い物にならなくなってますね。このまま取り逃すのはちょっともったいないので、少なくとも1機なんとか沈めましょう。ヨークタウンは航行不能に陥ってますからね。よし、ヨークタウンを撃沈したね。
さん日没が迫ってきてるので日没までにもう一当たりかけたいけど、空母がなちょっと話になんないな、空母じゃないヤマトがちょっと攻撃もらいすぎましたね。魚雷攻撃とか織り交ぜつつもう一当たりかけておきたいですね。こちらの攻撃隊を送ったのでこの14艦ペンサコラを落とせるでしょう、沈められるでしょう。問題はここなんだよな。確実に落としましょう。でこれで夜になっちゃいましたね。お、ただヤマトが何気に敵の航空基地を攻撃してくれてるな。これはありがたいですね。今夜間で敵の航空機も出ない以上は少しでも航空基地を攻撃しておけるチャンスではあるけど全然硬いな。ではちょっと夜なので先に進めちゃいましょう。画面の右下にね時間が出てますんで、夜の間に敵の航空基地を破壊できればでかいな。結構邪魔くさいですからね陸上基地からの攻撃隊も。夜のうちに敵の航空基地を撃破できたね。いやーここまで順調ですね。さあそしたらこちら偵察機を飛ばしていきましょう。ここに敵がいるんだ。敵の空母は偵察機を出して、あと敵の正規空母2隻残ってますからね。結構硬かったな。できればねこのヤマトの懐に飛び込んできてほしいんですけどね、敵の空母が。上から来てるな。全然見当違いの方向を索敵してますね今。
結構危ないんだよな、こっちの空母も。さあ偵察機が戻ってきたので、こちら偵察隊を出し直しましょう。全然見当違いのところ偵察隊出してましたね。上だ、敵は上にいる。なんとか砲撃戦に持ち込みたいんですけどね、こちらとしては。さあ偵察機を出し直した上で、できれば大和を含む部隊は攻撃戦に入ってもらいたいんですけどね。よし、敵艦発見したな。何、看板が看板化やられてて航空機が発艦できないって。マジか、これは痛いな。エンタープライズはまだまだ元気いっぱいだな。なんとかね、こちらの大和の射程に入ってきてくれりゃいいんだけどな。くそ、思ったより空母が危ない状態に陥ってますね。ただ敵の空母の位置は分かったので、あとは敵の空母をこちらにおびき寄せることができれば勝てる。甲板がやられた。空母なんて使い物にならないな。なんか応急修理とかできないかね。こちらの射程に入ってくれればヤマトで沈めるんですけどね。まあ飛龍から出てる攻撃隊ももう少ないな。全然少ないな。これでいける気がしないけど。いや厳しいね。これはいつまでこの状態が続くんだ。ヤマトを切り離せないかな。ヤマトを切り離して、ヤマト以外の部隊を差し向けましょう。
近もここでぐる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 渦潮を巻いてるけどね。ちょっとここで時間を早めに回していきましょうか。魚雷攻撃で沈めましょう。いやー、駆逐艦じゃ話にならないな。魚雷で沈めろ。まずいな、戦況がだいぶ変わってきてるぞ。でまた夜だろう。だいぶしょうもない戦いになってきてるけど、頑張りましょう。もうここまで来たら、ちょっとまたね、時間を送っていきましょう。ヤマトが動けるようになってるね。よし、そしたら最後の特攻にかけましょう。空母は残しておきたいので絶対にね。よし、この夜のうちにヤマトを特攻させましょう。がっ、なんともな感じだったな。ちょっと不甲斐ない戦いになりましたが、まあ一応勝利は勝利ということで、
もうちょっとね、うまく艦隊運用できるように次回は頑張ります。というわけで、今回はここまでにしてですね、次回は史実通り空母のみで、ミッドウェーに挑んでいきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。